ウィリアム・ナシュラ・クラークはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。愛称はウィル・ザ・スリル及びザ・ナチュラル。ミシシッピ州立大学時代、1984年にはロサンゼルスオリンピックで公開競技として行われた野球競技にアメリカ代表として出場し銀メダルを獲得している。同年には 第13回日米大学野球選手権に出場している。1985年に全米大学選抜チーム入り。その年の MLB ドラフトでサンフランシスコジャイアンツから一巡目の指名を受け入団した。マイナーリーグでのデビュー戦の初打席では調整当番していたロサンゼルスドジャースの名投手フェルナンド・バレンズベラから本塁打を打つ。 翌1986年4月8日に早くもメジャーデビューを果たすとデビュー戦で通算最多脱三振のノーランライアンからメジャー初打席初本塁打を打つルーキーイヤーの1986年は111試合で打率28711本塁打41打点新人王は当時の新人記録となる36セーブをマークしたトットウォーレルに譲ったが 投票でも上位に入る活躍だった。ホームゲームでネクストバッターズサークルに立つクラーク翌1987年は打率308、35本類が91打点の活躍でチーム16年ぶりの地区優勝に貢献。1988年には初のオールスター出場を果たし全162試合に出場して109打点を挙げ。 打点王のタイトルを獲得。1989年には打率。333、23本塁が111打点を上げて、チームの地区優勝に貢献。シカゴカブスとのチャンピオンシップシリーズ第1戦では、カブス先発のグレッグ・マダックスから3回表に、ソロホン、ジャイアンツが3勝1敗と大手をかけて迎えた第5戦では、1から1と同点の8回裏に、 クローザーのミッチ・ウィリアムズから2点タイムリーヒットを打つ。この活躍でクラークはこのシリーズの MVP に選ばれ、チームは27年ぶりのワールドシリーズ出場を果たした。オークランドアスレチックスとのワールドシリーズでは良いところなく4連敗で敗れたが、これが唯一のワールドシリーズ出場となった。東西蓄生最後の年となった1900、レンジャーズ時代のクラーク遺跡先には、 ルイジアナの自宅に近いテキサスレンジャーズを選ぶ。チームは1996年と1998年に地区優勝し、プレーオフ進出を果たすが、いずれもディビジョンシリーズでニューヨークヤンキースに敗れる。1999年にはボルチモアオリオールズに移籍し、6月15日のカンザスシティロイヤルズ戦で通算2000本安打を達成。 ただしこの年は故障のため77試合の出場に終わる。2000年途中にマーク・マグワイアの故障で一一史を探していたセントルイス・カージナルスに移籍。移籍後51試合に出場して打率345、12本塁打、42打点の活躍でチームオーナーリーグ中築優勝に導く。特に移籍最初の試合からは4試合連続本塁打の活躍で 副長を印象付けた。ディビジョンシリーズではブレーブスを寄せ付けず、ニューヨークメッツとのリーグチャンピオンシップシリーズに進出。クラークは2000年シーズン限りで、現役引退を表明するが、チームはメッツに1勝4敗で敗れ、10月16日に行われた第5戦の3打数1安打が、最後の活躍だった。2006年には、大学野球殿堂入りを果たす。2020年、フルス。 ジャイアンツは、クラークの在籍時の背番号22を永久決断に指定し、同年7月11日に決断表彰式を執り行う予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、来シーズン2021年に延期されることが報じられた。アマチュア時代 MLB、ありがとうございます。